そろそろ医療保険入ろっかな。必要ない必要ない。あなたが噂のブラックスワン。何言ってんのパパ。必要だよ必要だよ必要だよ。新しい医療保険は入院にも通院にも強い。アンファーク。いい子たちですね。誰に似たんだろう。あなたとサウンドがもっと近づく BOSE ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン。やらないの？好きなキャラ作っておしゃれしたり、みんなで戦ったり、冒険以外だって楽しいのに。なんでやらないの？基本無料の本格オンライン RPG PSO2。 一緒にやろう。毎月お金がたまらない。なんて人こそマネーフォワード。銀行やカードにつなげば何にいくら使いすぎてるか一目でわかるんです。楽すぎる自動家計簿はマネーフォワード。あなたたちは若い、つまりヤングジェネレーションじゃなくて、学生さんならヤング割。あら、お前昔から年齢不詳だよな。実は僕不老不死なんだ。はぁ？ずっと生き続けてるんだ。どういうことですか？僕ピリンの雷光生で見た。加藤じゃん。関ヶ原の戦いに参加したし。マジか。 あとさ、土偶ってあるじゃん。おう、あれモデル僕だから。不老不死すげえ。でもずっと生きてる分病気や怪我は多いんだ。あ、そっか。今はいいよね、アフラックがあるもん。生きるための保険アフラック。花火止めろアレグラ、綺麗なお姉さんアレグラ、紫色のアレグラ、カミラビエットアレグラ。1日2回で24時間聞く。眠くなりにくい。そう今日は生姜焼き200円。え、じゃあ生姜焼き焼き一丁。はい、焼き一丁。生姜焼きバーガー。うわ、いらっしゃいませ。生姜焼きバーガー焼き200円で新登場。うまっ。冬シーズン真っ只中、どうしても入りたい日本雪見の名湯ベスト10をご紹介。今夜6時30分。